ってます。これがまた協調性がないっていうか、個性的っていうか、まあ主に2人なんだけど、こないだも練習に遅刻してくるし、遅刻の理由がパン屋が安売りしてたからつい寄っちゃっただし、すみません、愚痴っちゃった。大変なこともたくさんあるけど、毎日楽しくやってます。これは本当。個性的って言いましたけど、そんな私たちの音が重なり合うと、なんだか不思議と楽しいんですよね。だから、ちょっとくらい自由なメンバーでも許しちゃうのかも。上がっちゃった。